本プログラムを推進するプログラムマネージャーとして、私自身が考えている優れた企業像や本プログラムに対する考え方をお話しさせていただきたいと思います。我が国の、農林水産業、食品産業の研究開発に目を向けると、これまでもですね、新規性、先導性の高い研究開発は産官学で進められてきていると思います。で、当該産業のですね、維持発展に貢献してきたとも思います。しかしながら一方でですね、優れたその研究開発、シーズがですね、社会実装されてスケールアップしたかというと、必ずしもたくさんの事例があったとは言えないと思います。スタートアップがスケールアップしてですね、国内外で活躍するためには何が必要なのか、この度のプログラムマネージャーという立場をいただいた機会を通してちょっと振り返ってきたことを今からお話しします。一番目として、優れた企業の特徴でございます。私は長年、数十年、30年ぐらいですかね、企業の経営コンサルティングをしてきました。その経験から成功を収める企業には、4つぐらいの特徴があると考えています。1つはですね、1番目ですけれども、生産性向上、飽くなき生産性向上の追求と。2番目はベストプラクティスからの学び。3番目はですね、データの徹底的利活用。4番目として、経営者のビジョンや意思の強さ、特に意思の強さだと思っています。で、1番目の生産性向上の追求というのは、多くの日本の企業で、特に製造業は強いんだと思うんですけれども、実践されてきていると、今も続いていると思います。では2番目3番目を備えている企業はたくさんあるかというと、大企業の中でもそうじゃないんじゃないかなと感じるところがございました。4番目のですね、経営者の意思とかビジョンというのは、組織を成長させていく上で最も重要だと感じております。一例を挙げますと、私の方で2003年にある製薬企業の CFO に呼ばれて、そしたらポストイットを1枚、目の前に置いて産業を書いてありました。2010年上場、1兆円1000億。2010年に上場 しますというのが、社長から CFO へのメッセージの一つです。2個目は、当時まだ連結で4000億弱だったその製薬メーカーですけれども、2010年には1兆円の売上の会社になりますと。わずか7年後でございます。そして3番目には、の1000億というのは、1000億の研究開発費を毎年使えるような会社にしたいと。そのために必要なマネジメントのシステムを、今までの前例を全く無視していいから白字で考えてほしいと、そんなような内容でございました。結果的にはですね、2010年の12月に上場して、今は 1.5 兆円ぐらいだと思いますけれども、当時で 1.2 兆円ぐらいで上場したんじゃないかなと記憶しております。経営者の意思が本当凍結した会社っていうのは強いと思います。一方ですね、近年皆さんご存知の通り、世界的に成功を遂げたユニコーン、ガーファとか代表的だと思いますけれども、次のような特徴を有していると聞いております。ガーファのうちの1社に入り込んでいるコンサルの方からの情報でございます。そのうちの一つがですね、長期雇用をベースに、機能より人を重視した、そして採用は極めて厳選していると、こういう特徴でございます。2つ目でございますけれども、無料の社員食堂やプロジェクトルームを、タコ部屋と呼んでいるようですけれども、コミュニケーションを重視している運営ですと。3番目ですけれども、個人の成果よりチームの成果主義の会社ですと。4番目ですけれども、マーケティングよりもプロダクト市場主義と。
まあ、4つぐらいの特徴があるわけですけども、この話を私はその友人から聞いた時にですね、昔のアリシのいい日本企業ってこうだったよなと思いながら聞いたわけでございます。おそらく先ほどベストプラクティスからの学びっていうのが優れた企業の条件の一つって言いましたけれども、このガーファのうちの一つの会社はこうしたベストプラクティス、当時はひょっとすると日本の会社から学んだのかもしれないねと思っております。続きましてですね、ちょっと話は変わって、ノーベル賞でございます。ノーベル賞は科学技術分野において、優れた技術を表彰しているのは皆さんご存知だと思います。ノーベル賞の前提条件は世の中に普及しているものが対象でございます。それでじゃあどんなのがノーベル賞を受賞してきたんだろうということで、皆さんのご存知のようなものをいくつかいろいろ拾い上げて見てみますと、3つぐらいにどうも類型化されるねと。一つはですね、今までになかった素材の開発、一昨年でしたか、リチウムイオン電池が受賞しましたし、 iPS 細胞もそうだと思います。今までになかった生産方式、まあ、昨年だったでしょうか、ゲノム編集をたやすくできるようなクリスパーキャス9が受賞しております。また今まで見えなかったものが見えるようになるという例としてはニュートリノだと思っています。まあ、こういう3つぐらいの点があってなおかつ世界的に普及したものがノーベル賞の対象なんだろうなというふうに私は理解しておりますけれども、本プログラムにおいてもですね、既存の技術から一歩抜きんでた技術を発掘育成していきたいなと考えている次第でございます。まあ、そうした優れた企業の特徴だとか、 GAFA の一つの企業の例だとかですね、あるいはノーベル賞とかいろいろ振り返って、あとまあ自分なりの経験を踏まえて本プログラムでは以下の点に留意して支援していきたいなと考えております。1番、研究起業家熱意。熱意のある優れた研究者であり経営者であることなんですけれども、ここで研究起業家と申し上げた両方ですね、研究者と経営者が別々でコンビを組んだのは本田宗一郎と藤沢武雄等ですね、あるいはソニーも2人だったと思います。森田さんと井深さんだったと思います。この両方を備えた人ってめったにないと思うんですけども、私は過去1人だけ、1人だけというかもう1人ぐらいいらしたような気がしますけれども、研究起業家と呼べそうな方はお一人お会いしたことがあります。シャープの副社長を長らく務め上げられた佐々木忠さん、102歳でお亡くなりになったと思いますけれども、この方はですね、自らマイクロウェーブを戦時中に開発してですね、これは竹槍、米軍が日本に進駐してきたら竹槍じゃなくてマイクロウェーブの銃を陸軍が量産してですね、民間人に持たせてマイクロウェーブの銃で撃退せよというための量産化をしておったんですけれども、結局まあ、国内での大掛かりな戦争は起きな戦闘は起きなかったということで、彼は戦後マイクロウェーブの技術を活用して電子レンジを発明した人です。佐々木さんはその後シャープにおいて液晶と太陽電池の技術開発を先導された方でございます。また彼がアドバイスした相手はですね、アップルのスティーブ・ジョブズとソフトバンクの孫さんがみかん箱2つで起業した頃から金融機関に対して自分の自宅をですね、担保に出すから貸してやってくれというところまでやって、孫さんをバックアップしたことでも有名な方であります。研究者と起業家の2人でもいいと思うんですけども、もちろん熱意ある研究者と起業家というか経営者の組み合わせが
成功の一番重要な要素かなと思っています。2番目なんですけれども、先ほど個人の成果よりチームの成果主義という話をしましたけれども、ワンチーム、つまりビジョンを共有したメンバーが一つのチームとして事業推進すること、それを支援していきたいなと思っています。3番目といたしまして、農林水産食の事業者の、お考えがですね、1番ニーズ、ペインとも言ってますけれども、ニーズに合致していること、2番、農林水産の事業者が購入できるコストパフォーマンスに仕上がること、3番シーズやビジネスモデルに優位性があること、4番開発の実現性だけではなくて国内外への普及に至るアプローチがあること、まあ、こんな全部そうなっているのも難しいかもしれませんけど、こういったところをサポートしていきたいなと、こういった点をサポートしていきたいなと思っています。4番でございます。ものづくり重視ということでございます。ものづくりっていうのはですね、実は3つぐらいいい点があります。内製化をしている会社を、ベンチャーを、いやチームを重視したいなと思います。自分でものを作るっていうことはですね、品質管理する能力が上がります。またコスト管理の能力も、外部から部品を買って組み立てるだけのところと、一部あるいは全部の部材まで自前で作っているところではコスト管理の能力が全く違います。また何より期待しているのは、内製化、自分で物を作る、あるいは通信の仕組みを作る、いろんなことを自分でやることによって周辺技術の蓄積が進みますので、そのベンチャーの次なる戦略の発展の可能性が極めて大きくなる、まあ、そういうことを秘めているのがものづくりの良さだと思っています。ですので、ビジネスモデルの優秀なものだけではなくて、ものづくりを重視しているチームを採択していきたいなと、審査員の皆さんにはお願いしたいなと思っております。5番であります。今までにないものということで、生産、流通、すべての分野における今までの常識を覆すものやことが実現してくださることを期待しております。本プログラムを通して、一つでも多くの研究課題が事業化して、社会課題の解決と競争力強化に資するよう、プログラムマネージャーとして推進していきたいと考えている次第でございます。